皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。私は今どこにいるでしょう。正解、たのじんごさんのお金玉マッサージのどこ。たのじんごさんのお金玉マッサージをするところ、僕の家です。そうです。今日、たのじんごさんに私の睾丸をマッサージしていただきます。はい、もちろんです。たのじんごさん、私が性転換することまだ言ってなくて、今日初めて初対面なんですよ、実は。私が実際こうマッサージ受けるときに、下半身がぺったんこあったら、どういう反応するかを本日お届けします。で、どういった効果があるんですか？まず、勃起不全、腰痛改善。はい。で、あと、精子の量が4倍増える。精子の。でも私、まだお金玉ついてるんですけど、はい。多分精子は使わないんで。ああ、なるほど、なるほど。それ以外も何かありますか？そうです。あと、視力改善ですかね。視力改善？はい。それは、もう編集やってて結構目がチカチカしちゃうんで。はい。目がバーっとするので、はい。ぜひ試してみてください。はい。自己紹介、遅れました。はい、申し訳ございません。たのしんごさんです。よろしくお願いします。どうぞ。今から股間をマッサージ、股間じゃなくてお金玉マッサージしていただくんですけど、部屋がこんな感じですね。はい、そうなんです。これってどうやってやっていくんですか？直触りですか？直触りです、もちろん。直触りです。とりあえず最初に服着たまま揉みほぐして、はい、で、その後に脱いでいただくんですけど、はい、はい、お願いします。はい。緊張する。どんどん下からですね。はい。揉みほぐしていって、睾丸の方まで集めていきます。よし。ちょっとめくりますね。はい。平らじゃん。ぺったんこ、あれ、金玉ない。金玉ない選手。金玉ありません。あら、あら。僕、もっこり。すみません、さっきはなんか変な茶番入れてしまって。 いえ、楽しかったです。ありがとうございます。はい、あまりにもぺったんこだったんでびっくりしました。いや、勇気あると思いますよ。お金玉取ることですか？うん、僕、無理だもん、できないもん。中学校の時は女の子になりたくて考えましたけど、うん、そんな甘くないし、やっぱり死ぬかもしれないぐらいの手術じゃないですか。あ、そうですか。うん。たのしんごさんに聞きたいことがあります。ええ、まあ、お金玉マスターじゃないですか、はい。実際、まあ、男の人が金玉を取っちゃうと、うん、体に起こる悪影響っていうのはやっぱりあるんですか？やっぱり年取った時、50、60になった時にすごく不具合が起きることがあるんですね。なんか僕がもともとニューハーフのお店で働いてたんですよ。そのママが性転換して、まあ、女性ホルモンを打ってやってたんですけど、肝硬変は聞いたことある。なって、なんかちょっとホルモン打ちすぎると肝硬変になりやすいっていうか、で急に心臓止まって死んじゃったんですよ。何にも予兆なく死んじゃったんですよ。普通にトイレから立ち上がったらバタンって倒れちゃって。それどうしたらなんないようにできますか？多分でも、その人の細胞とか、いろいろあると思うんですけど、かのんちゃんの場合は、多分他の人と比べたら、ダントツ成功例なんで。そうなんですか？うん。めちゃくちゃ成功例だと思います。もう顔見てわかるんですけど、今までいろんな方見てるけど、ちょっと無理してるとか、すごい頑張って、こっちが見てて辛くなるような感じの人結構いるんですよ。ああ、見てて、この人はすっごい苦労してるな、みたいな。苦労が顔に滲み出てます、みたいな。なんかそういうオーラ的なものが。そう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 。かのんちゃんの場合、何にもないので。あ、そうですか？そう。で、動画見てても、ほのぼのしてていいので、多分何にも支障なくいけると思いますけどね、僕は。予想では。あ、体にこういうなんか悪影響をこうやってドーンってくることなく大丈夫ってことですか？うん、そう、マッサージを定期的に受けて血流良くしておけばないと思います。僕ん家に通ってください。すごいすごい。僕ん家に通ってね。僕ん家に。あ、この声、東美希さんです。お兄さん、ハンライス大盛りでお願いします。あ、言わないことシリーズ。東美希さんが言わないことシリーズ。ハンライス大盛りで。すげえ、生で聞けた。私みたいなこういうトランスジェンダーの人って、基本長生きしてる人っていますか？
いやー、聞いたことないですね。60生きるか生きないかじゃないですかね。あんまり長生きは聞いたことないですね。なんかいきなり怖くなってきたんですけど。で、なんか僕働いてたガンマバーでもう一人マリナちゃんって人がいて、その人がもう打ちすぎちゃってて、ホルモンを、いきなり頭おかしくなったり、いきなり叫んだり、あのやーって言って頭がちょっとなんかおかしくなるじゃないですか。ありますか、そういうの。あ、ないです、私一回も。年取ると多分40ぐらいになるとあるんじゃないかなみたいな。いきなり箸バーって投げられたり怒られたり叩かれたりしてたんで、え、怖い。それなんか、あれこの人おかしい、やばいなと思って、でママに聞いたら、ちょっと打ちすぎなのよホルモンって言って。あ、でもホルモン打ちすぎるとやばいって言います。なんかね、もわーってなっちゃうんで、あとはお金玉を取ることで老けやすくなったりとかってそういうのありますか？いや、それはないと思います。金玉取ることで、あのきちんとホルモン取ってれば、あ、女性ホルモンとかもう安定して女性らしくなるんですけど、40後半からが心配ですよね、劣化が。あ、やっぱり劣化が。そっちなんですね。ママが、僕が働いたママが、そのおしっこが、あ、ここに溢れちゃって、取るときにもう、これで取ったんですけど、点滴みたいなので、プチューな。ああ。あれ、病院付き合ったんですね。あれ見たときに、性転換大変なんだなって思いました。まあでも、結構やり直しする人とかもいる。うまく、こう、今みたいな感じで、ちゃんとできなくなって、それで私の知り合いの知り合いが自殺しちゃいました。何回もやり直してもうまくいかないから、それでもう苦しくなって、体にリスキーっていうか、ポコチンを取りましたみたいなふざけてやってるんですけども、なんかカヌンちゃんの動画を見ると、あ、やってみようかなみたいな、なんかいる勇気を持ってる子いるかもしれないですけど、実際やっぱり体質なんでね、多分カヌンちゃんはその腸のやつが合ってたんでしょうね。あ、めちゃめちゃ私はそれで安定してます、だと思います。なんか、なんか1ヶ月か2ヶ月ずっと臭かったって動画めっちゃ面白かった。やばいかも。なんか、話すことがリアルすぎて、サムネで引っかかりますね、かのんちゃん。やばいっすよ。だって私、この前街中で視聴者さん声かけてくれて、もしかして、これの人ですかって言われて。うわ、臭い人ですか。もうすっごい恥ずかしかったですね。街歩いてたらね、あの、あそこが臭いちゃった。本当に違うんですよ、あれ。手術をした直後だけが臭いんですよ。どんなに？なんか、なんて言えばいいんだろう、その、生臭い。ちょっとやめなさい。ごめんごめんごめん。はい、まあ、あの、今回は、楽しんごさんに、あの、お金玉ドッキリ した後に、お金玉の真面目な話などをいろいろしていただきました。うんうん、はい、せーの、ドドスコスコスコ、ドドスコスコ。ドドスコスコスコ金玉注入。やべえわ。じゃあテイク2。はい、吉本芸人、元吉本芸人、はい、じゃあね、足からどんどん、はい、老廃物を口腔の方に集めていきます。はい、これ結構ね、真面目ね、どんなマッサージかなと思って、皆さんね、ちゃんとしたマッサージなんで、案外びっくりされる。あれ？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 こっち？どれ？あれ？どっちが睾丸？あれ？こっち？あれ？あれ？え？あれ？こっち来ちゃった、睾丸。睾丸大移動。下手か。下手か。埋もれてゆく夜空の下。